はい、どうもブロです。今回の動画は前回大好評いただきました凄腕溶接工を紹介する動画パート2になります。今回はですね、僕からお願いをして凄腕の方たちに、これから溶接を始める方に向けてメッセージや溶接初心者に向けアドバイスなんかもいただきました。それでは早速見ていただきましょう。1人目は愛媛県の雄星さん。愛媛県溶接コンクール優勝の実績を持つ雄星さん、溶接の腕前はピカイチです。これぞ一流の溶接ですよ。上達するコツは常に勉強すること、継続することが大事とおっしゃってました。難易度の高い被覆アーク溶接をここまで揃えられるのはプロ中のプロ。溶接だけではなく家事仕事もできる、どっちもできてこのクオリティです。才能があるってこういうことですよね。続いて東京のアーヘッドさん。アーヘッドさんから視聴者さんにお言葉いただきました。板厚5ミリの裏はつり、とても珍しく貴重な映像です。そしてめちゃめちゃうまいです。アーヘッドさんのメッセージにもありますが、図面も理解しどんな溶接もできる、これからの時代溶接ロボットは進化していっても間違いなく重宝される溶接職人ですよね。仕事ができるだけではなく相手のことも考えて行動ができるアーヘッドさんは人としても尊敬します。ありがとうございました。続いて千葉県の内藤製作所内藤さん。23歳で開業し溶接職人として活躍しております。この若さでこのビードは才能の塊ですよね。競技会上位の人の鱗ビードですよこれ。仮に溶接を褒められても自分は大したことないですと本気で思い、その意思をしっかり言葉に出して伝える。矛盾に聞こえると思いますが、心の奥底では誰にも負けない、負けるつもりもないと自分自身に葉っぱをかけるつもりで仕事していますとおっしゃってました。20代でとても熱い思いを胸に秘めている溶接職人です。未来は明るい。続いて千葉県のパパさん。何層も重ねる溶接でここまで揃えられる方はなかなかいないですよね。横向きを極めていらっしゃいます。溶接で苦労したことは次から次へと困難がやってくること、今もそうですが完璧がないので常に進み続けることが困難、人よりアークを出すことが上達の近道。休みの時間は練習に費やしたそうです。苦労した技術を自分の後輩が上達できるように指導もし、指導だけではなく溶接の面白さも伝える。僕も DM のやり取りで気づかせていただきました。ありがとうございます。続きまして群馬県の高野須さん。高野須さんは親子で溶接業を営んでいる職人さんです。高難易度の現場 AW を持ち、工場現場の溶接を巧みにこなします。足場が悪かったり本来やりたい姿勢でできない現場溶接をこなせる方はなかなかいません。現場でこの溶接はまさにプロの仕事ですよね。ほぼ独学で上手い人の外観を常に研究していたので、上手い人の溶接をよく見て真似することが大事とおっしゃってました。経験を積んだ溶接職人のアドバイスはとても貴重なお言葉です。ありがとうございました。続いて岡山県のテラさん。ティグのスペシャリストのテラさんにティグ溶接の魅力は何ですかと質問したところ、ティグ溶接は自分がつけたい模様外観を思ったようにつけられることが一番面白いとおっしゃってました。ここまでビード整えられる人こそ職人技ですよね。これから溶接を始める方には少しでもいいので一箇所ずつ考えて溶接することが上達への近道とお言葉いただきました。テラさんはインスタグラム、TikTok も投稿しています。要チェックですよ。続いて関西の愛さん28歳。これまたすごい綺麗なビードですよね。横向き溶接の綺麗なビードって遠くから見ても綺麗オーラ解き放つんですよね。下向き溶接を細いビードで長距離揃えられる人はなかなかいない、横向きの溶接レベチですね。続いて広島県広島太郎さん。この方もすごく若い方なんですが、ずば抜けた溶接センス、相当努力されたんでしょうね。上達するコツはできるまでやる、分かるまで聞く、結果が出ないなら努力が足りていなかっただけとおっしゃってました。努力してきたからこそ
溶接技術は身につきますよね。続いて大分県 NF 工業渡辺さん、若手の指導は子育てと同じで考え、よくできれば褒め、言うこと聞かなければ叱る、まさに飴と鞭。今の時代に叱ってくれる方はなかなかいませんからね。ロボットにはできない繊細な手の動きで溶接されたビードですよね。手でつけてここまで綺麗に溶接される方はなかなかいないですよね。溶接初心者へのアドバイスは、綺麗につけようと思う気持ちと自分の家を作るつもりでつけたら綺麗になるはずとおっしゃってました。綺麗につけたいって気持ち、とても大事ですよね。続きまして、茨城県の各種溶接業さん。マル G、圧力容器、配管などに携わり、被覆ワーク、ティグ、半自動溶接もできるオールラウンダー。ビードが整いすぎてレベチですよね。こちらはオールポジション、うますぎです。こんなにうまくても師匠にはかなわないんだそうです。弟子入りしたいですね。これから溶接を始める方へアドバイスいただきました。いい溶接を知ること、腕のいい、人間性もいい師匠に出会うことが大事とお言葉いただきました。ポンコツに教えられてもポンコツにしかならないですもんね。続きまして、埼玉県の A24 さん。ATS さんは現場工場に携わる凄腕溶接工。誰かがやった欠陥だらけのビードも綺麗に直せるのは上手い人にしかできません。このスラグの剥がれ方は上手い証拠。溶接で苦労したのはコラムの手巻きとおっしゃってました。溶接の仕事は次々と困難が待ち受けているのに、ここまで綺麗な溶接ができるようになったのは努力をしてきたからこそできる技ですよね。続きまして、北海道の清野工業の清野さん。全ての溶接が一流すぎて開いた口が塞がらない。すごすぎて脱帽です。溶接の大変だったところは外観、中身、スピードの3つの中で何を重要視するか、工場によって何が求められているかを見極め、妥協ラインを決めること。工場に求められることを見極め仕事をする姿はまさにプロの職人です。溶接は料理に似ています。追求心と日々勉強、レシピ通りにやるのは簡単なのでオリジナルを作りましょうとお言葉いただきました。上手い人のアドバイスはぐっと心に響きますね。続いて、茨城県鴨志田建設工業さん。鴨志田さんは20歳の時に技能五輪全国大会で銅メダルを取った凄腕溶接職人。溶接が好きならどこまでも上手くなるし、苦難も乗り越えられます。まずは好きになって、そこから血の滲む努力をしましょう。溶接が上手い人はみんな独自の溶接理論を持っています。それは溶接条件を揃えた真似をしても同じようにはできません。溶接は一朝一夕では上手くならないので、まずは基礎をしっかり押さえること、そこから自分の溶接理論を固める、アークを人より出すことが大事。経験、努力に勝る才能はありません。一緒に頑張りましょうとお言葉いただきました。溶接が上手い人ってやっぱり考え方が熱い、めちゃめちゃかっこいいです。最後に、俺の職業溶接工だけどさん。ビードを見ると熟練を感じます。長距離のガウジングもお見事です。この方はブログを投稿しているのですが、とても勉強になるものばかり。橋梁の溶接はあまり世の中に出回っていないので、とても貴重な画像ばかりでした。橋梁の溶接は鉄骨に比べても UT 検査が厳しかったりするので、ビード外観、中身もレベルが高いです。難しい仕事をこなすこの方はまさにプロですね。概要欄にブログ URL 載せてあるので、気になる方は見てみてください。会社から早く早くと言われても手抜きだけはしない。工業製品とはいえ、自分が手掛けてる品物はお客さんのもので、もしこの品物を自分が受け取るときに OK を出せるか、昨日よりは上手くなりたいと日々考えてやっていますとお言葉いただきました。はい、どうだったでしょうか。今回もまたすごい人たちでした。やはり極めてる溶接職人の考えはかっこいいですよね。一人一人考え方はいろいろですが、共通することは一つ、皆さんやっぱり溶接が好きなんですよね。溶接を好きになることが一番の上達への近道なんではないかなと思います。好きだと苦難も乗り越えられますからね。これからも皆さん頑張っていきましょう。参加していただいた皆様、お忙しい中ありがとうございました。もしかしたらパート3もあるかもしれないですね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。